自分の旦那にこうしてほしいとかいう、そう、なんか嫌いになっちゃうとかいう声とかがあったりとか、お前なんもやっていないからそうなるんだ。女性も働くのが多分当たり前、ネットで検索してたら旦那ってみーちゃんめちゃめちゃ後頭部しか映ってないし、これ大丈夫かな、こうやってればいいんだ。そうですね、こっち向けてみます、うん、よいしょはい、どうもどうもどうも、こんにちは、コアラ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 、むにママです。これはバーバです。はい、バーバです。お久しぶりです。むにおくんです。あららららら、あのムニパパがちょっと出かけてしまったので、うん、今のうちにちょっと撮りたい動画があってカメラを回しております。どんなのを撮りたいんだろう。ちょっと旦那さんについてあるべき姿みたいな話をちょっとバーバーとしたいなって思って、うん、自分の旦那にこうしてほしいとかいうこと。そうそうです。じゃあムニママは、私はですね、ムニムニムニを、私はですね、うんうん、若い時はあまり結婚願望が実はなかったんですよ。今もそんなことないですってやっぱりなんか違う人と一緒になったら血がつながっていないから、嫌なことを言われたり嫌なことされたらすごく許せない気持ちになっちゃうって言われて、なんか嫌いになっちゃうとかいう声とかがあったりとか、出産をした後に自分のやりたかった仕事とかを全部やめちゃって家に入る、行ってほしいとかとかいう人も多いからね。そう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 っていうのもあって、うん、私何のために生きてるかわからないっていう声とかをいっぱい聞いてきたんですよ、うん、だからそれを産後うつ病と言ってね、産後うつ病、あの、うん、それもあるかもしれないです、うん、なんかそんなネガティブな話とかをたくさん聞いてたら、そうそうそう、結婚ってどうなんだろうっていうふうに不安に思ってた時期がすごい20代の中間ぐらいとかはあったんですよ、うん、何のために結婚したんだろう、私は何だろうとかね。そうそうそう、うん、まず名前に呼んでもらえなくなって、何々くんのママっていう風に言われたりもするっていうのを聞いていたら、なんだかこう自分ってなくなっちゃうのかなみたいなところとかもあって、旦那さんとうまくやっていくのって難しいのかなっていう、正直すごい不安があったっていうのがあるんですよね。結局仕事辞めろとか、お前家にいろとしてちょっと年取って20人とかなったら、お前何もやってないからそうなるんだって、キャキャキャ、そうそうそう、なんかそう言われちゃうっていうのはすごく嫌だ。で今って変わってきてると思っていて、給料が安い高い問題じゃなくて、自分の例えば友達とか同僚としていろんな話もしたい、そのうちに本当に自分がやりたいことも見つけるからね。お父さんがもう仕事なんかやめろと言ってこうなって、今頃なってお前なんかやらないからそうなるんだと言われたら悲しい。今の時代って特にもう女性も働くのが多分当たり前になってきつつあるし、多分働かないとやっていけない世の中にだんだんなってきてるのかなっていうふうに思っていて、働くのは保育園だろうね、いろいろあって大変だよ、より女性が大変になってきてる気はするけど、だからより男性が理解を変えていかないと難しくなっちゃうかもって思って、ママの方が良き仕事やらなきゃいけないじゃん、子供のことだろう仕事だろうね、それでも旦那さんに褒めてもらえないじゃん。ムニパパはすごい、うん、あの、ありがとうとか自主的にこっちの気持ちをなんか思いやって行動してくれるんですけれども、うん、それはありがたい。そう、ありがたいんですよ。でも世の中ってもしかしたらストレスばっかりすごい溜まってきてしまって爆発してこう一緒にいたくないとか、ネットで検索してたら旦那って検索したら旦那死ねとかで旦那デスノートとか出てくるんですよ。あ、私はそこまで言うのはちょっとねあれだけど、自分が外で仕事でイライラしてる時に家帰ってね、うん、わーとか言ってるじゃん、なんでなんだろうと思って、バーバーはそう言われて、だからその時は私も若い時に仕事すればよかった、それがすごく後悔。あ、本当ですか。うんうん、例えばバイトでも何でもやりながらお互いにね、そうすればよかったのがやめてしまって、だから余計ストレスもたまるし、うん、それって旦那さんの理解がないと働きになかなか行けなくないですか。家の掃除とかも全然できないし、そうそう、もう回らなくなっちゃうから、お父さんの時には、うん、もう自分が言ったらその通りに聞かないともう昔の人だから今の旦那さんはそれないよね。だから、おい仕事やめろと言ったらそれで終わり、後ろついてこいよみたいな、ああそうそうそう、もう喧嘩したくないから
あ、分かりました分かりましたとしたけど、うん、大体そうだもん。ご連敗の人、奥さんが一生懸命やってる人いっぱいいるのよ。うん、女性って結構器用だと思いますよ、あの周りの方見てても。昔の人たちはそれが当たり前だと、そうですね、体に染み付いてる。そう、なんかそういう定義みたいなのがあって、うん、それに自分を合わせていこう、合わせていこう、合わさなければならない、ならないみたいな固定概念になんかすごい支配されちゃっているけれど、それって同じ人間だからそれぞれ思いやればいいだろうなってすごく思っていて、うん、もちろんそうだよ。お互い商談したり、ねね、相手が何を思ってるかなとか、一度立ち止まってちょっと考えるみたいな時間があれば、すごい夫婦関係も良くなるだろうなって思うし、もうこんな2歳児いるじゃないですか。ママ一人で育てるのは本当に無理。ワンオペって言葉流行ってますけど、うちワンオペじゃないじゃないですか。もうさ、一緒に子育てしてるじゃないですか。でもそれって自分たちの子供だから、正直当たり前ですよね。当たり前よ。ですよね。で今は奥さんだけじゃなくて旦那さんも一緒に育児しないとダメ。そう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 、私はそう思うのよ。まず奥さんに商談して、それを聞いてお互いに話してやらないと、お父さんみたいにじいじが例に出てる。いや、お前ね、これがダメとか言われたら話が止まった。あー、すごいバーバーのおっしゃってることすごいわかります。相談する姿勢を見せてくれるだけでもすごい違いますよね。だから自分ではね、もう話してもしょうがないと思ってイラ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 して、諦めちゃうんですよね。喧嘩もしたくないから、もう話したくないし、ご飯食べに行こうと、お父さんいつもね優しいから、でもご飯一緒に食べて行きたくなる。だんだんジージの悩みになってきてるような気がする。ジージが悪いんじゃなくて、そういう性格なの。多分それって時代なんだろうなってなんか思う。ジージが悪いとかいいとかじゃなくて、頭が悪い人じゃないじゃん。授業もしたし、優しい人なんだから、俺がここは折れるとこは折れなきゃと思って、ちょっとこうした方がいいの。もにもにもにを。今の時代って結構変わってきたと思うんですけど、今の旦那さんって奥さんに対してどうあるべきだって思いますか？あのね、私はね、ムニパパムニママにお願いは、私から見たらね、年が取ったりしたら、お互いに冷たい夫婦いっぱいいるんだよ。部屋も別にしてね、そうね、なんでかって言って、話がないからでしょ。そうそうそう、話が、会話がないからですよね。もう諦めてるんでしょ、お互いにね。なんかお互いに問題はあると思うけど、なるべく夫婦としてお互いに嫌でも何でもゆっくり話しながら仲良くなるべきだと思うの。それ結構日本人、まあ私とかすごい苦手なんですよ。意見を出して言うのがすごく苦手で。でも例えば困ったりしたら、私を盾にしたり、お父さんを盾にしてもいいの。デイジとババには助けられてます。いやいや、あ、本当だよ。モニパパはよう言葉分かる人だから、よう言った方がいいの。私よく周りで見るんだ。結構若い夫婦なんだよ。子供は産んでるの、はい、でもね、お互いに話もしないし、子供と自分は別の部屋に寝るんだと言ってるの、でも夫婦は一緒に寝ないととは言うんだ、お父さん必ずここで寝るからね、私のそばで。もうね、ここで寝ればいいのにね。話が違いますね。だからでもやっぱりそばに来ないと私も深く眠れないの。いや、すごい素敵。だからやっぱり子供が大きくなっても何があっても、夫婦はやっぱり同じ布団で何がやろうとかやんないとか。まあまあ、あの YouTube です。 YouTube ね。例えば同じ布団で寝て、手でもこっちないで、まあ今日はごめんねとか、例えばね。そしたら朝なったら全然へっちゃらじゃん。その時はキモって思うかもしれないけど、朝なったら、あ、なんかキモ、もうムニパパには思わないですよ。例えばもう権限な夫婦だったら、もうちょっとなんかへんってなるかもしれないけど、ちょっと嫌なことしちゃったかなって思ったら、素直に手をそっと握るみたいな。だからお父さんも自分がわーと言ったら、悪いなと思ってる時には何も言わないの。出る時に手をこう、もう私はポンするけど、まあね、こうしてやるのはごめんねということ。あー、なんかキュンキュンですね。夫婦ってそういうもんなの。別に部屋で寝るって言うと私理解ができない。
うん、いや最近ムニオと私が一緒に寝て、うんうん、ムニパパ別の部屋行っちゃってるからちょっと戻ってきたら一緒に寝てみるって3人で一緒に寝るか韓国では家族一緒に子供と寝る。ああいいです、子供が大きくなるまで、うん、お互いに夜中おむつ替えたりするの。子供のためにそうなったら慣れてしまう。子供のこと考えたらやっぱりパパとママがね仲良くって会話が絶えない家がやっぱり一番いいから思ったことはちゃんと言うみたいなところが大事ですよね。子供にはお金も大事じゃない、親の愛情、うん、すごい。だから親が仲良くして楽しくやってるのが子供にどうして一番いいの。そういう風に夫婦もそうすればいいの。部屋にもうシングルを2つ3つぐらいして、それで鬼パパも寝ながらでも子供の様子見たりしないと嫁に任せてから俺はいいやとしたらダメ。そうそう、嫁の仕事イコール育児みたいな、ね、ダメダメなっちゃうからね。もう24時間のブラック企業で給料出るみたいな感じの、うん、大変だよ。ですからね、本当育児って私ブラックなとこで働いてたけど、ね、めちゃくちゃ大変だから。やっぱり夫婦の問題は簡単といえば簡単、難しいといえば難しい。簡単なことなんですよね、うん、お互いの意見を言い合うって、あのお互いに頼ればいいの、うんうん、ムニパパムニママにママこれこれこれ知ってくれると言ったら、うん、分かったんで、ムニママも疲れた時にパパこれ知ってくれるとかね、気使わないで夫婦じゃ、うん、そう、それがしんどいからもう最初結婚っていうのってしんどいなっていう気持ちあったんですけど、意外に楽しい。そうそうそう、違う人と違う人だから意見合うわけないから、それをうまく積み上げていく、会話を積み上げてなんか一つの布を編み上げていくみたいで、あ、なんか楽しいなってのはあります。それでそのうちにお互いに情が深くなって顔見るだけでも分かるの。こう先回りしてくれる、優しいし明るいし、何でも旦那さんのことこう気使ってやるけど、だけどもうちょっと旦那に甘えたらいいんだよ。でもいろいろ甘えてるな。いや甘えた方がいいんだよこれからも。でもすごいわがまま聞いてもらえてるし、なんか自分の夢を一緒に応援してくれる人とか、うんうん、一緒に高め合えるなんか戦友みたいな感じだと思ってて、夫婦ってそういう人と一緒にいるとなんか自分も高まるからいいなって思うから良かったなって思います。家族となるのにはなかなかの縁だよ。なんか家族に結婚したらなるわけじゃないですよね。 そっから一緒になっていくんだなっていうのはすごい思う。子供産んで一緒に育って喧嘩もするよ。そう、こんな綺麗なこと言ってるけど、うん、こんなのめっちゃ難しいし、うん、イライラすることもあるし、喧嘩もするし、うん、機嫌悪い時もあるの。それは人間だから、人間味ですよね。それ多すぎてお互いにすぐ謝れる、うん、で外手を握ればいいんですよね。あ、モニママモニパパの手をこうやって握ってだからお互いにごめんねということだよ、うん、うんうんうん、うん、だからお互いにそうして、うん、次の日治ったらそれが重ねて重ねて重ねて本当に家族になってお互いに本当に守る立場になるから、うんはい、ちょっと何の音だろう。ムニオがいたずらしてるんです、いません。ムニオ、パパ帰ってこないね。パパどこ？パパいないね。ムニムニムニオ。じゃあここまでね、あの夫婦のあり方、特に現代における夫婦のあり方、ちょっとバーバとすごい楽しかったです。また話しましょう、この話。年寄りの真似しちゃダメですよ。あ、いや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 。若い人たちは。おんこちしん、おんこちしん。うん。おんこちしんは。あ、古きからあの新しきを学ぶっていう。いや、古い人はやっぱり昔のあれだから、はい、今の若い夫婦は若いでいい場合。まあ今現代ね、もう女性も普通に働いて、うんうん、泣いてたりもするからね、そうやって思い合ったりねっていうのが大事だと思います。してたの？どうだった？なんで回してんの？あのね、ちょっとね、バーバと話したいことがあって、うん、動画回してたの。何の？あのね、旦那さんについて。旦那さんについて？検索したら旦那死ねとかで旦那デスノートとか。大丈夫大丈夫、ムニパパの悪口言ってないから。いや悪口言ったよ。悪口これや、その動画編集するの俺だから、うん、悪口言ってたらバレるからね、うん、あ、そうだね、ママどうしましょう、悪口バレちゃうかも。バレてもいいの？バレてもいい、本人が分かればいいの。あ、本人が分かればいい。じゃあ知らしめましょうか。なんかちょっとプレッシャーだけど、うん、モニパパはいい旦那になるよ。旦那さんになる、うん、これからね、これからね、てんてんてんの顔よ。もうモニママは最高だし。じゃあそうだね。いやいや
これからも最高なるよ、まあ、ムニママにはね助けられてるもんな、ムニちゃん、ムニちゃん、ママにいつも助けられてるよね、うん、ママありがとうって、ママありがとう、ムニをちゃんとした子に育てる、ジェイジとバーバにもいつもありがとうって、パパも頑張るよ、あとどういう話をされたのか分かんないですけど、バーバとムニママがいろいろ語ったらしいので、うん、皆さんの感想とかもぜひコメント欄で教えてください、教えてください、俺が締めるのもおかしいけど、今日の動画は以上になります、最後までご視聴いただきありがとうございました、どうもありがとうございました、ムニちゃんバイバイ、バイバイ、バイバイ、はい、本当何の話したんだマジでお楽しみに、はい、ムニ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 オ、ムニオくん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